まあ本当に調子がいいです。久々やね。あら、思い切って落ちないでよ。分からん、仕方とて。そう、まだ飛びません。今日はもう中途半端とかやらんから、ここ上がって、こっち、こっち、おいで。いつもと違うの。動揺しすぎや。はい、いいですか、こっち上がって。そうです、そうです。そう。追い詰めたらちょっとずつ距離広げてるんで、もう今日はそんなことしません。思い切って。ここまで行きます。変わらず逆立ち着地で決めますので、見逃さないように一緒に判断をよろしくお願いいたします。見とってやお姉ちゃん、飛んでくるからな。すごい写真が撮れますので収めてください。それでは行きます。さあ、心、ここまで来るのに丸3年諦めず頑張り続けました。そしてこれは私からの一つお願いにはなりますが、本日のこの舞台、皆様からの拍手、応援、そしてご理解のあるご祝儀という形で講演をさせていただいております。もう多くの方いません。もう技が決まったらで大丈夫です。技が決まったとき、大丈夫心配やね。技が決まったとき、私たちこのような非常に大きな籠を準備しております。大丈夫です。技が決まったらで大丈夫です。どうか心への頑張り評価、奮発できるでという方は折りたたんで入れていただけますと、私たちコンビ名折り紙と申します。すごく励みになります。ただ本当に技が決まったらでお願いします。最悪の場合諦めてしまう時があるので。さあ、心、いいですか。はい、そうや、今日はいつもと違うよ。はい、しっかり構えて、いいね、いける、よし、それでいきます。さあ、ここまでのたくさんの応援ありがとうございました。2022年、寅年、皆さんにとって素敵な一年となりますように。決めるよ、諦めない。まだまだ、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。心ちゃん、がっつり足ついてるわ。ものすごい足ついてる、ついてるね。ただ彼女、運じゃない。運じゃない方でもない。いきましょう。胸張ってる場合じゃないんです。めっちゃごまかしてたから、めっちゃ足ついてたから、分かった。はい、じゃあ行きましょう。届いてた、もう一回行こう。意地でも終わろうとしてるね、あなたね。行きますよ。ふんじゃない。はい、行こう、行こう。大丈夫、一回の失敗。